皆さんこんばんは。こんばんは。ありがとうございます。本当に大勢の皆様、暑い中、しかも隙間がほとんどありません。こういう中でお運びをいただいたことに心から感謝申し上げます。ありがとうございます。私今日蓮舫さんと4回目ご一緒させていただきます。最初は町田の駅頭でした。まだ工事前でした。その時多くの皆様が蓮舫さんにありがとう、ありがとうと声をかけてくださったことを、この最終盤最も思い出しています。蓮舫さんの今回の決断がなかったら、この都知事選つまんないですよね。現職に対抗する核を作ってくれた蓮舫さんに改めて敬意を、感謝を申し上げたいと思います。蓮舫さん、ありがとうございます。そしてこれ、ありがとうで済ましちゃいけないんで、皆さんどうかお願いします。あと2日半蓮舫さん勝たせてください。よろしくお願いします。あんまり長くやると早く変われって言われるんで、だけど関係ないようで無縁じゃないので、ちょっと昨日今日の国際社会の変化ちょっと紹介させてください。昨日7月4日イギリスで14年ぶりの政権交代が起きました。有力者やお金持ちが基本的に支持基盤だと言われている保守党政権に代わって、一般労働者、庶民、生活者の声を代弁する労働党政権が14年ぶりにできたこと、海の向こうからですが心からエールを送り連帯を深めたいと思います。私これには2つの大きな意味があると思ってるんです。一つはもちろん庶民派の政権が誕生したこと、これから雇用政策、社会保障、暮らしに関わるあらゆるテーマに温かい光が海の向こうですが当たっていくことと思います。蓮舫さんにはぜひあさって7月7日この都政で政権交代を実現をし、まさに働く人、暮らす人、雇用政策、社会保障、子育てしやすい将来に見通しが持てる、そういう都政をぜひ蓮舫さんに作っていただきたいと思います。そしてもう一つ大きな意味がある。それはどちらの立場に立つかにかかわらず、10年、15年で必ず政権が変わるということの健全さについてであります。政治は、権力の行使は生身の人間がやってますから、必ず長期間やれば泥もつくし、赤にまみれるのは皆様、目撃されている皆様がご覧の通りです。ぜひ蓮舫さんに都政の転換によって、なんで海岸口の土地を鹿の9割引きで事業者に売り渡したのか、どのような過程を経て神宮の森を切ると決めたのか、国政でもそうですよね。森友も加計も裏金も共謀罪も特定秘密の誤報も何一つ明らかにならなかった。それはひとえに政権が変わらないから、この腐敗が、海が溜まり続けるんです。蓮舫さんに都政を転換してもらって、ぜひ透明性の高いフェアな情報公開を徹底してもらい、都政の文化を
カルチャーを変えていこうではありませんか。最後にもう一つだけ国際情勢を紹介させてください。明日まさに都知事選の投票日、あさってだ、あさってその日にフランスの国民議会で決選投票が行われます。私はこの都知事選挙も決選投票があってしかるべきだと思う。1位になった人と2位になった人、2位になった人と1位になった人が堂々もうワンラウンド決戦を戦って、都民の思いは様々ですから、それは50人も候補者がいたら好みの候補者もいるでしょう。だけど民主主義ですから、決断ですから、リアルな選択肢の中で最後に上位の2人から選んでこそ都民の民意に最もふさわしい都知事が誕生すると思います。しかし残念ながらご存知の通り、都知事選は1回勝負です。50人の候補者がいて、比較相対的に一番票を取った人が自動的に都知事になっちゃう。そうするとです、そうすると私たちにできることはたった一つ、蓮舫さんに投票を集中していただきたいと思います。やるぞ。どうぞ、目移りすることもあるでしょう。好みの候補者がいろいろと手に入ることもあるかもしれない。しかし現職の腐敗と現職のあからさまな独断専行と現職のあからさまな開発型の都政はすでに影を生んでるわけですから、これに対抗する核は、その中心は他ならぬ蓮舫候補ですから、どうぞ皆さん、最終盤、明日の投票日、あさってだ、どうぞどうぞ蓮舫候補に私たちの善意を、良心を、ご結集、分散化を避け、集中していただきますように心からお願いを申し上げ、本日お集まりくださった皆様への感謝と、そして蓮舫新都政誕生への期待の激励のご挨拶にさせていただきます。最後まで